スーパー GT プラス、この後すぐ。 GT 界のイケイケ男、関口雄飛。再確認、あ、やっぱ俺すごいな、違うな。いつでも抜いてやろうと思って余裕でした。強気な発言に負けない走りが持ち味。そんなイケイケ男のレース人生とは。さらに新型となったホンダ N1 のスポーツグレード RS を徹底解剖。その前に GT プラス流インプレッション、気になる車にロックオン。やった。GT プラスが今気になる車をピックアップし、徹底的にインプレッション。あー美しい。今回は6年目にして初のフルモデルチェンジを遂げた水素燃料電池自動車、トヨタ新型ミライにロックオン。僕はこれ4年前に仙台のミライに乗ったことがあるんですけど、こんなワイルドでしたっけ。あの時もうちょっとこう可愛らしいというか、こんなスポーティーな印象じゃないんですよね。なんかね、サイズも大きくなってるでしょ、はい、今回その水素タンクのレイアウトも変わって、はい、さらにそれが低重心になってね、結構変わってるみたいですよ。2014年に燃料電池自動車としてデビューしたミライ。そのミライが初のフルモデルチェンジを遂げた。レクサス LS と同じプラットフォームを使い、ボディサイズは一回り大きくなった。横溝さん、そもそも燃料電池自動車、はい、って不思議すぎるんですけど、うん、どういうことですか。不思議すぎるね。自動車、ね、ちょっとね、説明する前に見てもらいたいものがあるんで、はい、ちょっといいですか。はい、じゃあ知ってる景色とは違うのかどうなんだろうね。どうですかこれ。あ、これはエンジンですか。いや、これ違うんですよ。これはここで燃料の水素と酸素を化学反応させて電気を作っているんですよ。ミライはガソリンに代わる燃料として注目されている水素を使用する。この FC スタックと呼ばれる装置で、外から取り込んだ酸素とタンクに収められた水素を化学反応させ発電。その電気を使いモーターを回して走る仕組みになっている。電気自動車のように充電するのではなく、発電をしながら走る車だ。しかも排出されるのは水だけ。環境にも優しい究極のエコカーなのだ。こういう未来のような燃料電池自動車の時代が来るんですかね。うん、まあ世界はね、今そういう風な動きになってきてるんで、はい、果たして未来は現実的なのか探っていこう。え、これ、うん、この未来は満タンにしてどれぐらい走るんでしたっけ。ね、この Z グレードは、はい、750キロぐらい。え、めちゃくちゃ走る。めちゃめちゃ走るでしょ。え、めちゃくちゃ走る。電気自動車でもその走れないイメージがあるんですけど、水素なのにもっと走る。この新型ミライ、水素を満タンにする費用はおよそ6000円。まだ水素の単価が高いため、燃料コストはガソリン車とほぼ同じぐらい。そして気になるのは水素ステーションの数だが、日本全国で137カ所とまだ少ないようだが、日本政府は昨年12月、2030年代半ばまでにガソリン車の販売をゼロにすると発表。世界で脱炭素の動きが加速する中、次世代の燃料としてこの水素にも注目が集まっている。水素が普及し、水素ステーションが増えれば必然的に単価も下がるはずだ。さらにこの未来は電気を作るために入れた空気が綺麗な空気になって外に出ていくんですよ。え、じゃあ走れば走る分、空気をきれいにしてるってことですか。その通り。
未来は発電に使う空気を強力な洗浄力を持つフィルターを通して取り込む。そのため、きれいな空気が外部に排出される走る空気清浄機だ。サイズ感でいうと、あと高、なんだ、高級セダンのね、うん、なんかレクサスの LS とか、はいはい、ぐらいのサイズ感で感じますよね、うん、大きい。いやー、ちょっと中座ってみますか。せっかくなんで、いいですかね。はい。めちゃくちゃ高級感ある、高級車だ、うんうんうん、シートもすごい座り心地いいし、はい、この辺の、うん、なんだろう、インテリアのデザインも高級感を際立たせるし、すごいですね。ボディサイズも大きくなり、先代の4人乗りから5人乗りに。横水さん、いかがですか。はい、いや、あのね、でも普通に違和感なく座れるし、うんうん、まあ、はい、この辺っていうのはやっぱりその、そうですね、ここ今ちょっと気になったところかな。これが来てる、それがあるってことなんですか。あの多分水素のタンクがここに、ここのセンターコンソールのこの下に配置してるから、こういうレイアウトになってるんじゃないか。だからどうしてもやっぱここはちょっとね、うん、座れないですもん。真ん中の人はちょっと足を広げて座る必要があるかな。そこはちょっと、まあでもまあしょうがないのか、うん、やっぱり。トランクルームはゴルフバッグが3つも入る容量。中尾さん、はい、このミライに搭載されている駐車サポートシステム、かなりよくできているそうなんですよ。そうなの？そうなんですよ。やってみますか。ミライの駐車サポートシステムは区画線がなくてもスペースを感知する優れものだという。そのシステムを使った縦列駐車を中尾が体験。来た。じゃあ行きますよ。挑戦します。前進します。お、動いた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 、来た来た来た、すごいすごい。僕は何もしてません。本当だ、ハンドル持ってない。ハンズフリー。交代します。おー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 、大丈夫ですか。怖い怖い怖い、大丈夫か。ドキドキするよね、ちょっと見てるの。大丈夫か。おい、結構な角度で行くな。おーおーおー、本当に止まる止まる、大丈夫大丈夫。前進します。止まった。あ、すごい。え、ちょっと大丈夫か心配。上手。すごいね、見てください、この衝撃。すごい、すごいね。え、すごい。確かに。あ、ちゃんと結構後ろも攻めてたよね、今ね。攻めてました。めちゃめちゃ攻めてる。めちゃめちゃ攻めてる。めちゃめちゃうまいです。うん、先代のミライは電気モーターをフロントに積み前輪を駆動していた。新型はモーターをリアに移し後輪駆動に変更された。バッテリーもリアに搭載し、車の前後重量バランスも理想的な50対50を実現。果たして走りの実力は。おー、うん、スーッと行きますね。静かだね。それに重量配分が前後50、50っていうんですよね。この50、50だからこそね、このワインディングの切り返しとか、はいはい、うん、もうすごい曲がりやすいし運転しやすいし、あとトヨタでもね、このボディ剛性がトップクラスって言われてて、コーナリングしてる時のやっぱ剛性が高いんで、このロール感も少ないし、うん、あの足も硬くないし柔らかすぎずで、そうですね、うん、一番みんなが乗りやすいぐらいの味付け、ね、こんな味付け。ここで中尾にドライバーチェンジ。なんかクラウン乗ってるみたいです。わかんない、なんかわかんないですけど、水素燃料電池のクラウン、クラウン。モーターのトルクも
やっぱり踏んだら踏んだしっかり加速しますしね、うん、早い。しかも今綺麗な空気をちゃんと排出してるっていうのがすごくあのいい人になった気分です。確かに。果たして未来は現実的なのか。新型未来いかがでしたか。ちゃんと走る人のことも考えてくれてて、そこは雑にしてないじゃないですか、うん、ちゃんと走る楽しさを残した上でより環境にいいものってなってるから、うん、地球を考えていくエコ化っていうのはもうこの未来 Z も含めてこれからどん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 進化していくんでしょうね。だからこの4年後は本当に未来が走りまくってる日本になってるかもしれないですよね。かもしれない。続いての気になる車は新型となったホンダ N1。 いやこれ待ってましたよ。すごい気になってましたから。はい、だって中尾くんはだって N1 マイスターでしょ。はいはい、もちろんですよ。もうね、やっぱりね。何ですかそれ。戦ったからね、レース出たから。知らないの。そう、3年前中尾はレースに参戦した。その時乗っていたのがホンダ N1。 サーキットの相棒、中尾にとって思い出深い車なのだ。デビューから8年にしてついにフルモデルチェンジ。しかも中尾注目の劇的変化が起こっていたのだ。その N1RS にロックオン。こちらオートマとマニュアルがあるんですけれども、はい、今回はマニュアルでご用意させていただきました、うん、マニュアルの方がやっぱ楽しいは楽しいですよね、うん、こういった、うん、ましてやこのね、うん、ちょっとスポーツに振ったモデルですから。そう、このマニュアルトランスミッションの追加が新型 N1 の気になるポイント。スポーツグレードの RS のみに設定される。結構この辺やっぱ印象的じゃないですか。うん、やっぱね、で RS のロゴが入って、はい、うん、このハニカム構造のね、はいはい、で、こういうとこもだけど、うん、全部がなんか四角のフォルムというか、ああ確かにそうだね。すごい、うん。フルモデルチェンジではあるが、実はボディパネルは先代と同じ。人気のデザインはあえて変えず、LED を多用するなど最新装備に置き換えることで細部が洗練されている。RS はマッドブラックのスポーティーなホイールを装備。中尾はどうやら車高が気になる様子。確かにもうちょっと攻めたい気がない。僕 N1 レースに出た時はもっと、うん、もちろんね攻めたやつに乗ってるんで、うん、そうするとやっぱすごい曲がるんですよ。はい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 。下げれんだったらもうちょっと下げてくれる方がまあ、まあ、N1 マイスターとしては嬉しいんですけど。洗練されたインテリア、注目のマニュアルシフトは。あとシフトはやっぱここにあるのは慣れないですね。まだ運転してるうちに慣れるかもしれないですけど、うん、どうしてもこの辺にある。確かにポジション的には、はい、ポジション的には印象なんで。そして荷重移動を確認できる G メーターを装備。これも RS 専用。マニュアルだし、その車の走りを楽しむ人たちが欲しいこう機能というか。そうですよね。ホンダってそういうところちょっと面白くないですか。うん、軽自動車にこの機能をつけるっていうのがやっぱり。後部座席は大人でもゆったり座れる広さとなっている。いいね。ではここから走行インプレッション。 660cc の直列3気筒ターボは改良され、スロットルレスポンスが向上。運転支援システムホンダセンシングは全グレードに搭載され、価格は200万円に収まっている。果たしてその走りは。このシフトのフィーリングはどうですか。でも、うん、しっかり入ってくれるからなんか入れやすいです、うん、確かにどこにそのギアのポジションがあるのかっていうのが分かりやすいと、はいはい、運転しててもね、あのストレスなく走れる。いやでも軽快ですよね、うん、この軽自動車で。そうだよね、軽自動車だからね N1 は。そうなんですよ。軽快に吹き上がるエンジンのフィーリングは上々。ではコーナリングはどうか。僕はあんまり意外と
思ってたより少ないかなって思ったんですけど、ロールガンみたいな。まあスポーツってい う,、うん、いうカテゴリーでもうちょいなんか、うん、もう気持ちなんかこうしっかりしててもいいのかなっていう気がしますね。足がなんかより楽しくなる気がしますけどね。続いて横溝がドライブ。運転してればそのなんだろうスポーティーだし、はい、楽しみもあるし、うん、で助手席座った瞬間なんかあの座る位置が高いか ら, いから急になんか軽自動車なんですよね。シートの素材は異なるが配置や形状は全グレード共通。これには横溝からも辛口チェックが入った。シートのこうボールド感はもう少し欲しいかな。ああそうですね、うん、この RS に振るのであれば、はいはい、なんかそれでもう少し雰囲気が出てもいいかなっていう気はしたけど、はいはい、まあでもあれあの運転してみて、はい、そのギア比がクロスミッションなんで、はい、その結構そのなんだろうシフト操作をするっていうか、はい、すぐにこうシフトアップシフトダウンして、はい、こう走れるんで、はいはい、そういうところではなんかこう、はいはいはい、走ってる感があるかなっていう。軽自動車でこれをやろうって思うのはすごいですよね。久しぶりに N1 に乗った中尾は参戦しますか。あーです。いや楽しいですねやっぱ、うん、あとマニュアルは初めてだったから、はい、軽自動車のマニュアルって結構楽しいなと思って、うん、でまたねここからそのなんか自分好みにこう味付けしていきたいなっていう、うん、あのところもあって N1 マイスターが多分、はい、あの自分好みにして仕上げてくれるんじゃないかな。見たい見たい。そういうことをやりたくなる車でしたね、うん、レーシングドライバー関口雄飛。その男はいつも強気な発言で自らを鼓舞する。負けたくないというか誰にも負ける気がしないんで再確認。あやっぱ俺すごいな違うなっていつでも抜いてやろうと思って余裕でした。鼻っ柱の強い自信か。やればもちろん行きます。わかりました。ありがとうございます。そしてアグレッシブな走りでサーキットを沸かせる。さあ来るぞ関口は絶対来る。来たいつしかイケイケ男と呼ばれるようになった。それを関口はどう受け止めているのか。いやあの全然何も嫌な気持ちにならないですし、まあそのまんまそのまんまだなと思います。イケイケ男のレース人生に迫る。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。イケイケ伝説F1 に憧れカートを始めた関口は14歳でチャンピオンを獲得。19歳で全日本 F3 選手権にステップアップ。その頃を関口はこう振り返る。短期です。短期でせっかち。もうカートの時はそうだったんでカートの時はやっぱり怒られるし、あそうですね、まあ4に上がってからは怒られますね。2007年スーパー GT300 クラスにデビュー。すると第5戦2号で存在感を示した。その走りはまさに短期でせっかち。性格が現れていた。もうちょっと我慢しとけば向こうのペースが落ちてくるから抜けるのに、なんで待たないでそこで抜きに行ってぶつかっちゃうのってことが結構若い頃ありました。だが関口はデビューイヤーにして初勝利をつかむ。すると大先輩であるパートナーの飯田明は関口に厳しい言葉をぶつけた。天狗になるな。勝った直後に天狗になるなるなって言われたのは全く記憶ないんですけど、あのまあ褒められたことはほとんどなくて基本的に常にダメ出しをされてたんで、その中で、まあ、調子乗んなっていうことはあの常日頃言われた記憶はあります。
F1 を目指す関口は翌年ヨーロッパへ渡る。するとその才能を認められ F1 に参戦するフェラーリの育成ドライバーに選ばれる。しかし思いもよらぬ事態が待っていた。向こうでスポンサーを資金集めて乗れる予定だったんですけど、そこがまあリーマンショックの影響もあって、あの向こうでちょっと無理だって話だったんで、自分の方で何とかしたいって気持ちが強くて、頭の中はそれだけだったんで、そういう評価とかそういうことは考えてなかったです。結果帰国を余儀なくされた。チャンスをつかんだのは2012年。この年デビューする日産 GT-R GT3 での GT300 参戦。パートナーは千代勝正だった。まあ、周りと比べて僕らちょっとデビューが500でデビューが遅いねっていう状況だったんで、まあ、300で結果出してやっぱり500に上がりたいって気持ちが2人すごい強かったんで。すると関口は千代勝正とともにニューマシンの GT-R GT3 に初勝利をもたらす。この走りは高く評価された。そして翌年 GT500 にステップアップ。関口は運命を自ら切り開いた。そんな関口の意外な一面を共に戦った千代が目にしていた。ああやって結構こうなんていうんですかね、あのやんちゃそうに見えて。新しい NBOX が語るイケイケ男の意外な一面。実はでもああやって結構こうなんていうんですかね、あのやんちゃそうに見えて、結構あの繊細なところも多くて、結構その雨のアウトラップとかいろんなセッティングに関しても結構繊細なところが多いなと思いますね。しかしその繊細さをカメラの前で見せることはない。その理由とは。一緒にカートとかフォーミュラとか切磋琢磨してやってきた、まあ、今でも友人たちがいて、ちょっとやっぱレースやってて不安なこといっぱいあるんですけど、そういった時に、まあ、彼らがやっぱ後押ししてくれてて、彼らの気持ちを背負ってあのレースやってるんですよ。これはタイでのトレーニング。アングリー精神を忘れないため徹底的に自分を追い込むという。小学生1年生ぐらいのこんなちっちゃい子たちがもうみんなジム通ってて、それで成績を立てていきたいっていう、自分もあの刺激されて。サーキットを熱くする関口の走りは持って生まれた性格と強い意志によるもの。そして近年チャンピオン争いに食い込み、その存在がますます注目されている。並んでいる au 譲らない山下と接触だ。全然一番になれる要素はあると信じてますけど。今期もイケイケ男はサーキットを熱く盛り上げてくれることだろう。この後素敵なプレゼントのお知らせ。自動運転って作戦は4月10日予選、11日決勝、舞台は岡山国際サーキット。そして開幕戦の観戦チケットを5組10名様にプレゼントします。番組ホームページからご応募ください。